あの、最近ね、えっと、そう、ガーシーさんの件で言うと、ガーシーさん海外にいるんですかとか、やっぱ僕にすげえ問い合わせくるんですよ。なんで僕に問い合わせくるのかよくわかんないんですけど、で、まあ、はっきり言ってですね、え、まあ、ガーシーさんは僕はですよ、海外にいると思ってます。まあ、なんでかっていうと、日本で、日本人だからあそこまでぶっ込むようなことを、それこそ本人しか指名手配されてるみたいなこと言ってますけど、芸能界裏黒いんだよ。真っ黒なんで。 やっぱ怖い人とか使ってガーシーさらそう、さらおうみたいなやつとか絶対いると思うんですよ。まあその話ちらほら聞くんで。だから海外にいると思うんです。じゃないとあんな腹くくって配信できないと思うんで。もう覚悟違いますよね。で、まあ、あの僕もいろんなね、国に友達がいるし、こういう関係は広い方であるんで、えー、まあある国でガーシーさん見ましたよとか、ガーシーさんご飯食べてましたよとか、そういう連絡は来ます。ただそれが本当かどうかわかりません。 本当かどうかわかんないし、噂かもしれないしよ。まあ、似てる人かもしれないし、わからん。まあ、でも大体どこの国なんだろうなって噂はまあ結構もうネットで出ちゃってますけど、まあいろいろあると思う、あります。それは正しいかどうかわからん。わかんないですよ。でも僕はしもしガーシーさんがどこの国にいるかっていうのを知ってたとしても絶対言わないです。はい。それは言わないですね。 はいまあ、言わないっていうのはもうさっき言ったようにもう芸能界変えてほしいなってある意味でもう思ってるからですねそれはまあ芸能人に恨みがあるとか,なんか,そうなんか集中受けたっていうやっぱり自分のあの時の,やっぱりそのあの手のひらを返したえぐさ人間関係のえぐさっていうか何だろうなその芸能界っていう村社会のもう卑劣さっていうかもう一言でうとクソさが本当になんか根に持ってる部分がやっぱあるんで。 うん、まあ多分 YouTube やってる人多いと思いますよ。これは僕だけじゃなくて、YouTube やって、えー、なんか力をつけない人って結構そういう人実は多いと思ってて、えー、もともと芸能界にいて、うだつが上がんなくて、自分の力で、えー、それこそ枕営業を許容されたりとか、なんかいろんなね、事務所にいじめられたりして嫌だから YouTube で人気になったっていう人結構いるんですよ。まあ言ってない人もいると思いますけど。そういう人にとっては、やっぱ芸能界っていうのは、 あの、変わっていくべき業界だと思うし、えー、意外とそういう感情の人って多い,多いんじゃないかなって思います。もちろん今こういう話をすると賛否があると思うし、えー、賛否両論あると思います。だから多分僕の、いや違うだろ、おじれ言うて何言ってんねんって人もいるかもしれないですけど、まあこれは僕もこの意見なんで、僕は本当芸能人でも何度も言えないから、忖度しないです。はっきり自分の言いたいこと言うんで言いますけど、僕はそう思います。はい。